はい、こんにちは。都市計画練馬城址公園の、整備に関するオープンハウスについてです。日時は、12月3日から5日までの3日間で、10時から16時まで。で、その時間帯の中で、13時から16時までは、13時から16時までの間は、東京都の職員の方がご質問やご意見等に、対応していただけるということです。で、10時から13時までは、展示資料を、ご覧いただくことができます。次、内容。公園設計案パネル展示。まあ、こういう公園になるよっていうことです。次、その他、会場内には意見記入用紙と、意見募集箱を用意しております。オープンハウスで展示する内容は3日間とも同じです。で、会場。旧豊島園正門横の広場に設置した、仮設会場で実施します。豊島園正門横って言えば、まあ、会場に来ればわかるよ。会場っていうか、豊島園の正門に来ればわかるっていう。住所は言わなくていいよね。